はい。始まりました。給与明細チャンネルです。毎日投稿してるので、チャンネル登録、高評価お願いします。今回は福島県の、えー、事務職の、えー、パートタイムで6年目46歳の方の給与明細です。最終学歴大卒で、仕事内容が経理、えー、受発注、見積もり、売上仕入れ入力、えー、決算の一部、えー、従業員管理ほか、仕事に必要な資格やスキルが運転免許と Excel ワード日照募期算中、 えー、勤務時間が1日7.5時間で農業法人のため、えー、残業時間は時期による換算期は残業なし繁忙期は1日あたり2時間収入が年収130万で、えー、事務職をしたい家庭のアドバイスとしては死の上にも3年ですすぐ辞めず3年は続けてみましょうとのことですで給料が、えー、基本給10万8773円で通勤手当3300円 総支給が112,133円そこから控除引かれて手取りが94,552円となっています、えー、今回は福島県の事務職の方の給与明細でした、えー、実動135時間くらいで、えー、基本給10万8,000なので、まあ、時給800円くらいだと思うんですけど、えー、まああまりにもって感じの給与明細です、えー 福島ってじ、えー、最低賃金800円とかなんですかね、えー、まあなかなかこれで3年は本当に気持ちが強くないとできないかなって思いました今回はこれで終わりますチャンネル登録高評価お願いします